ソブリン・オブ・ザ・シーズはロイヤル・カリビアン・クルーズラインが運行していたクルーズ客船。クルーズ客船の大型化の船便をつけた客船である。ソブリン・オブ・ザ・シーズ級の一番船で、1987年12月19日、フランスのアトランティーク造船所で竣航。戦火は1億8350万ドル。1988年1月15日に、 マイアミで行われた命名式にて、前大統領夫人、ロザリン・カーターによって命名され、1月16日より、カリブ海クルーズに就航した。就航当時、ノルウィージャンクルーズラインのノルウェーを抜いて、世界最大の客船であり、また、引退、解体されたものも含めた、客船市場でも、クイーン・エリザベス、ノルマンディ、クイーン・メリーに次ぐ、第4位の大きさであった。 2008年にプルマントゥールクルーズに移籍し、ソブリンと改名した。その後もプルマントゥールで活動していたが、2020年の COVID-19 の大流行によって、プルマントゥールが破綻。行き場を失ってしまった彼女は、結局、2020年の7月に解体されてしまった。ソブリン・オブ・ザ・シーズに3番船は改良され総トン数、船客定員が増大したため、 純造形として、モナーク・オブ・ザ・シーズ級とも呼ばれる。1991年10月18日春工。2013年に、プルマントゥール・クルーズに移籍し、モナークと改名。1992年3月春行。1970年代には2万トンクラスで営業していた各クルーズ会社であったが、1980年代にも、なると、船の大型化を模索。 NCL で当時、経流されていたオーシャンライナー、フランスを購入、ノルウェーと改名として営業に投入。これがメガシップ化の行使であった。これに続いて、ロイヤルカリビアンも4万トン級のソングオブアメリカを投入、カーニバルも5万トクラスを立て続けに導入、大型化の機運が高まっていた中、7万トンを超えるクルーズ客船として、 初めて建造されたのがソブリンであった。ソブリンは、その当時、世界最大というキャバシート建乱豪華な内装で、好評を博し、カリブ海クルーズの乗客数を倍増。そして、ソブリンの投入によって、船を大型化すればするほど乗客一人当たりの、建造単価や、動力費、人件費などのコストが減り、収益を倍増させることができることが判明した。しかし、現場では、 船の大型化への迷いもあり、メガシップの建造計画での対応が各社の命運を左右することとなる。その結果、1999年第1四半期の経営収支は迷わずメガシップ化に踏み切ったカーニバルが世界最大のクルーズ会社になる一方、メガシップ化の流れを無視した NCL はカーニバルの利益とほぼ同額程度にしか売り上げることができなかった上に、 利益率もあった後に後発のスタークルーズの参加になってしまう。ソブリンを建造したロイヤルカリビアンは途中からメガシップ建造に踏み切ったため NCL のような没落を免れたがプリンセス系列の買収競争でカーニバルに敗れたこともあって業界に番手の座を強いられることとなった。ありがとうございます。